賞してくれるファンたちがもうすでにステージ袖で見えておりますからね、それを見ればみんな元気あくまいとなっていると思います。さあそれではここからの時間はサンフレッチェレディス2023スープラッシュの登場だ。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、じゃあ早速自己紹介します。ハクナです。ユキナです。ルイカです。アイコです。アイです。ココハです。6人合わせてスプラッシュです。よろしくお願いします。はい、なんともうエディオンスタジアムのねリーグ戦が、まあ、いわゆるホーム戦があと7試合しかないというね、両手で数えられるっていうね、もうなんか、ね、もう早いねーっていう話、ね、そうだからね、あのエディオンスタジアム自然たっぷりじゃないですか、うん、そういう魅力とかを味わいながら皆さんもう今日の試合も楽しんでいきましょう。ということで盛り上がれる準備できてますか。まだまだまだ盛り上がれる準備できてますか。いい感じでした。このまま一緒に盛り上がっていきましょう。ということで早速1曲目に参りたいと思います、はい、それでは聴いてください。アイドル魂。
してですね、本日もうね始まってるんですけど、14時から18時で、はい、皆さんから見て右側にあるお祭り広場のイベントブースで、はい、パラコードオニヤンマくんとパラコードブレスのワークショップが開催されてます。パラコードって何ですか？確かにあんま聞き馴染みないですかね。パラコード聞いたことあるよって方いますか？あんまりいない、ね、そうだね、いないね。じゃあちょっと私が説明させていただきます。お願いします。パラコードはですね、とっても強度が高くて、なんか防災グッズとか命綱なんかにもね使われたりするものなんですよ。すごいね、ね、身近にあるってことがねすごいと思うので、うん、でもね数量限定みたいなので、気になる方はお早めに行ってみてください。はい、見てください。おお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 、この笛が鳴ったということは、私たちの定番なダンス、ダンス体操の時間に行きたいと思います。今日は私が体操お姉さんをするんですけど、みんな一緒に踊らない？踊らない？なんか踊ってくださる方いらっしゃらないかな？ぜひ一緒に踊ってね。どうだろう。あ、来てくれた、ありがとう。そう、今日さ、最高気温が 32?35?32?32 暑すぎませんかみたいな、ちょっとね、なんか常にサウナに入ってる感じだと思うんで、皆さん今のタイミングで飲水タイム、あの水分補給しっかりとってください。あー、ありがとう、来てくれて。いい感じですね。じゃあもう行っちゃいますか。はい、それではミュージックスタート。まずは手を膝に当てるところから、せーの、手だけ動かして語る句手を動かしてくださる方がたくさんいらっしゃって、本当に嬉しかったです。ありがとうございました。 それでですね、私ちょっと話したいことがありまして、あの最初の方で、あのリーグ戦のホームゲームがあと7試合しかないって言ったじゃないですか。だから私エディオンスタジアムの思い出を語りたいなと思って話していいですか？ありがとうございます。そう、あのサンフレッチェレディースの時の話じゃないんですけど、遡って幼稚園児の話。おエスコートキッズで、私なんと背番号11番の佐藤久人さんと手をつないで出たことがあるんです。そう、なんか幼稚園の頃なのに練習の記憶もあるし、当日の記憶もすっごい残ってて、小さい頃なのになんかすごい経験させてもらったなって思ってて、という、あの、いい思い出を語らせていただきました。いい思い出、いい話。はい、ということで、いい話が聞けたということで、はい、次の曲に行きたいと思います。次の曲は、ときめいてハトトリックです。皆さん、はい、手やタオルなど一緒に回して盛り上がっていきましょう。お願いします。それでは聴いてください。サ
ンフレッチェ広島公式応援ソングときめいてハットトリック。持っているサンフレッチェキャップを紹介したいと思います、はい、まずはですねココハのこのサンフレッチェキャップを見ていきたいと思います。華やかだね、華やか。実は頭がここまでありましたそうなんじゃ。こちらのね、こちらのサンフレッチェキャップはですね、はい、こちらにボックスのロゴで書かれてサンフレッチェって書かれている本当だこのキャップなんですけども、こちらはですねバイオレットとそしてブラックの2種類の色がございまして、そしてですね次のアイちゃんが持っているパンチングバケットハットというキャップなんですけども、本当に可愛くて、こちらもですね同様サンフレッチェって書かれているんですけども、こちらはどちらもあのファッションに確かにすごくおしゃれ使いできるよね。そうなんです、ファッションの一部にもできるかなという感じなんですけど、そして熱中症対策にも本当にぴったりなので、ぜひぜひ皆さんチェックして買ってみてください。はい、では次の曲に行きたいと思うんですけれども、はい、次の曲なんと最後のな最後となってしまいます。ええー、ありがとうございます。すみません、噛んでしまいました。
次の曲は今日ね久しぶりの快晴雲一つないということで、はい、雲の切れ間は、ね、天気いいよね、ね、雲の切れ間は、切れ間はないんですけれども、ね、皆さんの心に光が届くように精一杯パフォーマンスします。それでは聴いてください、雲の切れ間に。見上げた空に広がった雲が光隠して、まだまだ美味しいものたくさんあります。キックオフまで時間があるので、皆さん試合に向けてスタミナをどんどん貯めてってください。以上スプラッシュでした。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。スプラッシュの皆さんありがとうございました。今一度大きな拍手を。